はい、こんばんは、佐久間優吾です。本日も一緒に人生に役立つ情報を学んでいきましょう。ということで早速本日のお題を読んでいきたいと思います。今日はバスや電車は面白い、いろいろな人の人生が行き交う場所、こちらを今から読んできます。この世に存在する不思議な場所、これはバスや電車の中です。人は目的を持って集団を形成する生き物です。家なら血縁関係、家族関係が集まる場所であり、会社ならある事業を達成する人が集まる場所です。講演会なら講演を聞きたい人が集まるでしょう。人の集団があれば何らかの共通点があるもの。しかしバスや電車は違います。バスや電車に乗っている人は同じ方向に進んでいることを除けば、それぞれが全く違った目的です。改めてバスや電車に乗っている人たちの様子を見てください。登校中の学生、出社中の会社員、退社中の事務員、部活動に行おうとしている、部活動に行こうとしている中学生、塾に行こうとしている高校生、資格試験を受けに行こうとしている大学生、デートの待ち合わせ場所に向かう男性、デート中のカップル、デートから帰る女性、飲みに出かけるおじさん、買い物に出かけるおばさん、テーマパークに向かっているカップル、動物園に向かう親子連れ、展示会に向かう老夫婦、コンサートに向かう若者、ジムに向かう中年、病院に向かう年配、旅に行く男性、海外から旅行に来ている外国人、旅行から帰りの女性、仕事を探すため就職安定所に向かっている無職の人、年齢も性別も職業もみなバラバラです。これほど不思議な場所が他にあるでしょうか。広い世の中とはいえ、これほど様々な人が一箇所に集まる場所は他にはありません。改めてバスや電車に乗っている人たちの様子を見てください。この人はどんな人生を歩み、どこへ向かっている途中なのだろう。そんなことを想像しめると良い暇つぶしになるでしょう。毎日バスや電車に乗っている時間が少し楽しく面白い時間に変わるはずです。今日の格言、バスや電車の不思議な空間に気づく。なるほどね。確かに俺も人間観察好きだからね、いろいろ人の表情とか見て、この人何を考えてんだろうなと、いい顔してんな、不幸そうな顔してんなとか、面白い顔してんなとか、そういういろんな角度から視点を変えて人を見て、電車とかバスとか待ち時間とか乗ってる最中とか、いいかもしれないですね。自分を客観的に見るっていうのもいいかもしれません。はい、ということで本日も勉強になりました。ご覧いただきましてありがとうございます。ぜひチャンネル登録とよろしくお願いいたします。コメントの方もお待ちしておりますので、お気軽によろしくお願いします。それでは今日はこの辺で失礼します。ドロー。